与論町では昼過ぎにかけて猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表されました。町内の学校では浸水や冠水の被害が確認されています。現在も土砂災害警戒情報が出されていて、気象台は警戒を呼びかけています。湿った空気の影響で奄美地方は大気の状態が非常に不安定になり、昼過ぎには与論町で1時間に120ミリ以上の猛烈な雨を解析しました。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表。また県と気象台は与論町に警戒レベル4相当の土砂災害警戒情報を発表し、早めの避難を呼びかけています。与論町によりますと、この大雨の影響で町内の道路およそ20カ所が冠水。与論町の学校では教室の一部が浸水、また校庭が冠水するなどの被害が出ています。学校の敷地にある温室には大量の雨水が直撃していました。ここまで学校の中にっていうのはないと思いますね。植えていた苗ですかね、苗が結構流されてしまったので、それがちょっと残念ですね。もうどうすることもできないですもんね、見ててもですね。まあ、ただ水かさがどんどん増えてくるので、校舎内に入ってくるんじゃないかって結構心配してましたね。早く帰らせるのは危ないので、今日はもう全員子どもたちは保護者に迎えに来てもらうことにして、迎えに来られない場合はちょっと学校で待ってもらうような対応を取りました。明日の夕方までに予想される24時間の雨の量は、奄美北部と南部で120ミリとなっています。気象台は土砂災害に厳重な警戒を、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒を呼びかけています。